全然野菜食べてないじゃん。別にいいじゃん。野菜も食べるんだよ。だって野菜苦手なんだもん。野菜食べないとママみたいになっちゃうぞ。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。レイラちゃん全然野菜食べてないじゃん。別にいいじゃん。入ったな。レノンちゃん、ん？ちょっと相談があるんだけどさ、うん、いい？うん。レイラちゃんさ、うん、野菜食べてくれないじゃない？うん。ママちょっと考えて秘策を思いついたんだけど、うん、協力してくれないかな？いいよ。いい？うん、ありがとう。料理なんだけど、やってくれる？いいよ。ありがとう。じゃあ行こっか。うん、じゃーん。長谷園の麻婆春雨で大好きな餃子と煮込み野菜ならレイラも野菜もりもり食べてくれる作戦。簡単で美味しくて野菜もトロトロに煮込んであるからレイラも食べてくれると思うんだよね。頑張って作っていこう。そうだね。レッツクッキン。材料はこちら。じゃあレノンちゃん、鍋に計量カップで500ミリリットル水を入れてください。はい。次に麻婆ソースを入れて混ぜます。野菜を切ります。はい。人参。次はレノンちゃんの苦手なキノコ。こんぐらいいっとく。もやし準備完了。さあ簡単、あとは入れるだけ。まず春雨入れます。人参、キャベツ、もやし、しめじ、冷凍餃子入れます。あとは蓋をするだけ。火をつけます。あとは待つだけ。具に火が通ったら出来上がり。イエイ。Thank you.
っぱい食べてね。美味しそう。はい、どうぞ。ありがとう。美味しそう。美味しそう。何にも分けて。オッケー。いただきます。餃子もある。野菜も美味しい。野菜も美味しい。うん。美味しい。これならモリモリ食べれるでしょ？うん。美味しそうに食べるね。うん、美味しい？よかった。今日ね、うん、実はレノンちゃんに手伝ってもらって長谷園の麻婆春雨の素を使ってお料理したの、うん、すごい簡単にできちゃうから、うん、レイラちゃんともお料理したいなって思うんだけど、どうかな。やるやる、やるやる。自分で作ったらさ、もっと美味しく感じそうだよね。じゃあ明日も麻婆春雨だ。あレイラちゃん、今日は一緒にお料理しようね。オッケー。今日のお手洗い。じゃあレイラちゃん作っていくよ。はい。題して、自分で作って野菜もちっちゃく切ったら美味しく野菜をもりもり食べてくれる作戦。材料はこちら。長谷園の麻婆春雨、甘口、キャベツ、人参、えのき、もやし。もやしある。でもほら、見て、長いでしょ。えのきももやしも長いでしょ。すごい。人参とキャベツもこの長い感じに切っていくよ。この中に入っている春雨も長いでしょ。うん。あー、だからそれに合わせてみたいな。そう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 、合わせて切ることできっと食べやすくなると思います。はいはい、レッツシーン。ぬってさすがぬってさすが英語習ってるレイラちゃん。クッキーン。まず野菜をちっちゃく切っていこう。 OK OK OK。それくらいいいの。順調に切っております。はい、いいんじゃない。上手。ギブアップになったらママやります。ギブアップです。早っ。あ、そういう言い方もあるね。薄く切れば切るほど火が通りやすくなるし、味も染みやすくなるかな。今グイーンと仲間りました。はい。早く食べたいね。ね。食べましたよ。し、拍手しましたけれども、はい、これをさらに細くしていきます。あと。どうだ、ピンチヒッター、おママ。ピンチハンターって。あ、ごめん、レイラちゃん。ごめん、全部切っちゃった、ごめん。はい、じゃあ人参終了。はい。じゃあ今度はキャベツいきますよ。うちね、キャベツとかあまり好きじゃないんだけど、うん、細くすれば、うん、あまり食べてる時間ないじゃん。あー、そうだね。だから口にのなんかこう残らないっていうかね。残らそうそう、うん、味もあまり出ないし、うん、キャベツの、うん、だから大きいのより小さいのが好き。そうよね、まさしくそこなんですよ。ママの狙いは今回、はい、レイラちゃんと一緒に料理してもらって口に残らない、そして味しみもよく、はい、ね、ダブルで美味しい、
そこなんです、そこなんです。ファイティン。レイペさん身振り手振りが多いんだよ。そうだね。やるじゃんやるじゃん。何言う、なんかさ、間違った時とか、なんかさ、とかさ、やるかも。やるよね。めっちゃ切ったね。よし、じゃあもうもやしは OK だし、えのきももう OK だから、うん、よし、作っていきましょうか。はい。いよいよ。はい。じゃあ炒めていくよ。はい。豚肉紹介し忘れてましたが、豚肉入れます。はい。うわあ。豚焼きが一番好きなんだよね。前も言ったな、それか。うん、食べたい。野菜入れまーす。入れまーす。うわあ。はい。豚肉は。野菜多いな。だってレイラちゃんの野菜克服レシピだから。食べたい？食べたい。食べたいね。もやし入れまーす。よし、えのき入れます。はい、わ、入りました、入りました。でもね、これえのきにしたのもおママの作戦で、しめじとかよりきのこ感がさ、あー、うちね、うん、ちょっと減るよね。そう、きのこで食べれるの、うん、えのきとなめこなんだね。あー、いい感じじゃない。うん、よし、じゃあ次は水だ。はい、はい、じゃあ水入れます。はい、うわー、うわー、おー、これも一気に静かになった。そしたら、いよいよ麻婆春雨の素から麻婆ソース入れちゃいます。じゃあ入れます。おー、おー、なしたかな。あー、ひんよーい。あー、めっちゃいい匂いする。よし、じゃあそろそろ春雨入れようか。はい、いよいよ春雨入れちゃいます。何？レイラがやってんの？そうだよ。すごいね、美味しそうじゃん。ありがとう。食べるの楽しみ。イエーイ。完成。作ってくれたんだよ。そうなの？そしてじゃーん、大人用は辛口、野菜もザクザク切りで作ってみました。お、やったね。おパパは辛口の方がいいな。じゃあいただきましょうか。うん、せーの、いただきます。めっちゃ美味しいんだけど。ね、うん、ご飯とも合う。レイラちゃん、野菜はどう？食べれる、食べれる、うん、食べやすく切ったから量のでも食べれるんじゃない？おいしい。あ、辛口も美味しい。ちょっとピリ辛で、ちょっとレノン、次さ、中辛食べてみたいんだけど。うん、レノンちゃんはきっと中辛食べれると思うよ。うん、これなら毎日作りたいし、食べたいな。じゃあお願いしちゃおうかな。じゃあ、
ゃあみんなで一緒に作ろうか。うん。こうしてレイラは野菜を食べるようになりましたとさ。